安倍さんのテレビの話をしようと思うんですよ見た見た見たはい、はい、どう？ち <laughs> 俺も見ましたよ <laughs> 私も見ましたよあのなんだあのみんなのニュースだっけフジテレビの,レビの最初にテレビ出た方で、ね、最初の方がひどかった本当、ね、とひどいわ中身はひ、ね、あれって私一個疑問に思ったんだけど、うん 説明してくれって確かに言ってたじゃん、うん、説明不足って人が多かったから、うん、で説明するときにだよなんで戸締まりとか火事に例えなきゃいけないの戦争とか紛争でたそのまま言っちゃもんね戸締まりや火事に例えるのは、うん、要するにあの難しいから優しく 国民に説明しようというふうに善意で捉えればそうなんだけどだけど全然全然多分ね国民をもっと意地悪く見ると国民をバカにしてんだよ。うんうん 分かりやすくとだってあの戸締まり泥棒とか家じって相手とあの戦うことはないじゃないですか、うんうん、あの、うん、消防隊と戦うわけじゃないからだから全く本質をそらしてるかかもっと意地悪い人なら本人が本質を分かってない本当に、えー、国民をバカにしてるつもりなんだけど本人がバカにされてるっていうね、うん、そういうふうにも見える。 だからどこですごいんだって大竹さん世界を取り巻く安全環境みたいなのが変わったっていう話の例え話オオレレ詐欺だから。オオレレ詐欺けどもうちょっとちゃんとねあのみんながバカにしてる人結構多いんで「バカだね」とかいう人多いんだけど実は騙されちゃう人もいるからオレオレ詐欺に引っかかっちゃうような人がたくさんいるわけだからちゃんとあの 基本的なとこ押さえておかなきゃいけないなと僕は思ってるんですよ。はい、っていうのは、うん、あの戸締りや火事は。うん、あの要するに、火事は火を止めればいいだけ。 で戸締まりは泥棒に対して防衛すればいいわけで、うんうん、これ、選手防衛なんですよ。うんうん、で、今回の集団的自衛権は、自衛隊員がリスクがないっていうのは、うんうん、この家事や戸締まりに例えちゃうからなんです、うんうん、戦争をやってる人の相手を助ければ、自分も攻撃されるっていうことが、 事やりの例だと出てこななくっちゃうんですそこで自衛隊員のリスクが全然高まらないっていう答弁と結びついちゃうんですよだけどこれは嘘ですと戦争と火事や戸締まりは全く違いますともう一つあるのは隣で火事になってる人を黙って見てるのかっていうんですけど実は火付けである可能性があるわけだアメリカの場合は。 アメリカ助けるとだイラク戦争はまさにしつけだったわけだ、あの自分で証拠もないのに勝手に火をつけたわけだ、うん、だ火事を起こす方の可能性があるというの、ね、放火犯の手伝,い、ね、手伝いをする可能性が出てくるわけですよ、この場合だと、うん、彼らの例えに従ったとしてもですよ、うん、それはなぜそういうことが起きちゃうかというと、安倍さん自身が。 あのお2005、2 0 6年段階でもそうなんですけど、イラク戦争について、官房長官、まあ、副官房長官時代に、あ,のあれはあの正しかったと、うん、つまり言ってるわけですよ、不正因が証明しなかったから武力行使が正しかった、うん、でも、あれは明らかに間違いだったわけです、うん、でも安倍さんは今までこの問題について、一言も反省した言を言ってない。 でこの集団的自衛権問題ではあの問題が何だったのか自分で答えないでこんな集団的自衛権を軽々と答えることはまずはいけないそれからつい最近起きてることで陸上自衛隊のイラク人道支援活動っていうのが2004年から6年にかけて行われましたよねあの時の内部報告書っていうのが出ててそれでそれも 新あの共同通信だったかな、うん、どっかが新聞として書いてるんですよ、リスクがないとかいう話とか、うん、全然当てはまらない、機雷除去とか、うん、武器弾薬補給っていうのが、いかに危険かをその報告書は書いている、うん、それはどういうことか、人道支援として入ったとしても、うん、迫撃砲やロケット弾で10回以上攻撃された,たって書いてあるわけですよ、うん、内部報告書で、うん、でその時の時責任者がこれは純然たるあの、うん えー、軍事状態、うん、戦時状態であるというふうに発言をしていて、うん、要するに不足さらにこ,う、えー、この兵隊地で人道支援している拠点で不足の事態が起きた場合には官邸とまず交信をして、うん、要するに全部をメディアに公開してない、うん、つまり戦争が起きた時にどんなことが起きてどういう衝突になったかは、うん、国民に理由が分かるのは60年後だということですよ。いや だからこういうもろもろの証拠をやると要するに個別的自衛権をひとたび超え,超えて,いなくていない人道支援といって戦地に送ってしまったかつてのイラク戦争の事態でも相当に危険なことが起きてこれ1つ間違えるとあの衝突が 起きる状態になっているましてや集団的自衛権を公然と考えていった場合には必ずこういうことが起きるということだそれはもう自衛陸,、えー、陸上自衛隊の報告書でも明らかだ自衛隊の人のリスクって聞いても結局答えだからリスクは なないいでも私はやっぱりどうして説明するときにわざわざ分かりづらい例え話にするかいやだからそう繰り返しになるじゃん戸締まりや家事は相手が自分に向かってこないことが前提だからですよ<や>そうするとごまかせるから、ね、あのね。 あの昔の事例あのれは全部見てないから、合ってるかどうかわかんないけど、ちらっと見た感じではね、アメリカがあって、道があって、日本があって、キノコがかかるっていう話だったよね。 思いやじゃ離れがなんかイージス艦だ、うん、これは何ですかって聞いたらイージス艦っていう例であれでお変だなっていうふうに思ったのなんであれで説明俺分かんなかったのかなって思ったら放火した人がいなかったんだよそうなんだよあれねう誰が火つけたかわか誰が火つけたかが分かってないでよあれは放火した人がいなくちゃ。 あの話は成立しないと思う。うん、やってた法官の話は、誰かが火つけたか言ってた言ってない。っ言ってないでしょだから多分、多分、あの人たちは北朝鮮とか、いやだから、い,かいやだから、それが、それが火、 放火でもでも、まあ、それがなんかミサイルでもいいんだけどでアメリカは燃えてるわけだよ、うんね、そしたらさ、そかかってきたら日本がそれを火を消しに行くんじゃなくて日本はアメリカと一緒になってそのあのミサイル飛んできた人だ放火した人をに攻撃するわけだろ。そう,そう,そう、うん であの話でかけてるのは、それを攻撃するって話と、その人たちを攻撃したら、今度はその人たちも反撃するっていうことが、あの話の中に出てきてなかった、出てきてないのは、つまり、ただの誰かがミスで起こした火事であるかのように説明をするからなんですよ、戦争は、大竹さんがおっしゃるように、なんんでですすよよ攻めていくだから、相手に対しての喧嘩になるんですよ、殺し合いになるんです。 だけど、あの事例だとまさに火事っていうのはか自然にどこかで起きちゃった事例でそなんか消火活動を手伝うっていう話ですりかってだから、ちらっと見てて分かんないなと思ったのはやっぱりだから相手がいないアメリカと日本しかいなかっただろうそれで火の粉って大きなタメみたいなのがかかってくるってネットで生肉ってかかってますね。 だからそこが俺、だからあれでよく分かんなかったっていうのは、それがいないから分かんなかったんじゃないのだからそれがいないような説明にしたのは、一般的な火事に例えたから事なったら、みんなで火ですよね。戦争と、あるいは戦争に近いとしたら、説明したら放火犯がいるっていう窃盗にしなきゃいけないわけですよ、火をつけたそういうのを全部避けて、だから自衛隊員がリスクがないかのようにして、これは安全な法律だってって、通しちゃった後にはいくらでも拡大。 あっち見た BS の方 BS の方はさまた今度はあの模型じゃなくてパネルにしたんだけどやっぱり家事のあれと同じ説明で女のアナウンサーの人が「じゃあこの離れのお家はホルムズ海峡っていうことになるんですか?」って2回くらい聞いてたけど答えないです。 だから、あのうん、ごまかしの、ちょっとね、言い方悪いかもしれないけど、うん、首相自らあんな幼稚な、稚拙な説明をするっていうのは、うんうん、首相自ら詐欺っていうか、振り込め詐欺みたいな説明をしちゃうっていうのはまずいですよ、うん、本当の意味での戦争、うん、自衛権の問題は、うん、個別的か集団的かっていう問題をの境目は、戦争行為をどこまで認めるかっていうことなんだから、うん、そこのに直接説明 ししないで話をはぐらかしてる<ー>つまり、国優しい説明をしているかのように、バカにしているように説明しながら、本質をそらす説明になってるんい本質そらそうとすごいしてるじゃん、新国立劇場のことだと、安倍さんのすごい決断みたいになっちゃ,じゃって、そ,うね、それで,、あのー、で、日本はやっぱり尖閣諸島とか、うん、それから北朝鮮とか。 それはあるわけだよねそういうそのなんか日本に衝突するような事態はね。うん、で思うんだけどこれはアメリカにくっついてこう行くとアメリカの世界、うん、あのイージス艦がやられたらそれは助けるっていうことになってるんだけどそれはこう中アジア危機じゃなくて中東とかそういうところもいうところも 全部行くわけだって島だったら、別的衛権じゃない、島だったら日本のまあもそうだけど、でも、アジアの場合だから今までの周辺自体と違うわけです日本としては、このアジアの危機があるから、安保を強固にしないと、安全で強固にして、アメリカに従っていかないと。 ここじゃないともしかしたらこの日本状態尖閣とかそういう危機の時にアメリカが後ろ盾になってくれないんじゃないかっていう恐怖感も政府にはあるわけいやそれもあるけどそんな恐怖感なんて考えてないですよではっきり言う前のロイターかなんかに書いてあったけどアメリカがすごい防衛費減らしたいからそのな方があり2016年から日本に任せるそ,そ,そこはそうだと思うんだけどそうで、ね、そおっしゃってるのはそのもしその日本がアメリカに全面的に協力しないともし中国 日本がそのトラブルになったときにアメリカが応援してくれなくなるんじゃないかっていう危機感でい,だっていうと待ってそれでなくてもアメリカと中国は経済でも大接近してるわけでしょ、うん、今。 日本が置き,置き去りになるんじゃないかっていういい日本の危機感っていうのはなねは,、まあ、はっきり言って、うん、中国とアメリカが戦争するなんてアメリカはあのそんなべらぼうなお金のかかり、うん、犠牲のあることをや,いやらしないよだから日本がこう中国とこうなんか尖閣辺りから火種が出た時にアメリカは後ろ盾になってくれるっていう約束で動いてんじゃないの動いてないですよ実際には。うん どっちかっいうとそんなのでもめんなって,命令してるよねむしろあ安保の範囲に入りますと言ってみたり、うん、実際にはわれわれは感知しないと言ってみたり答弁は揺れてるわけですよだからアメリカはもうあの、うん、ケースバイケースで対応でそんな深刻なことに首は突っ込まない、うん、やめろよお前そ,そんな挑発はこ,なんそこの間、日本にオバマさん来た時は中国にはミシェルさんも行ってんだよ。うんちょっと 安倍さんの周りには、もちろん賛成している優秀なブレーンの方、いっぱいいるのに、いや,あ<の>いや優秀なブレーンいないんですよ。安倍さんはあの あの大学でもそうなんですけど、あの一旦おバカなリーダー、能力の低い人がやると、絶対自分の能力より高い人は雇わないんですだから学問、ダメになっちゃうケースあるんですよ、でこの政治家もそうなりつつあって、安倍さんより優れた人、置かかなないいらこういうこうううとになっちゃうえでもだったら、そろそろ反乱を起こしてほしいよね。反乱を起こしてほしいっていうけど、恐怖政治ですから。 その力でやってますから、選挙の時資格選挙とか、あの影響がありますから、公認を外されたりとか、排除されたり、選挙を受からないって、そこのところで持ってますよね、うん。で、僕は、ちょっともう一つだけ言いたく、簡潔にお願いします。違、はいうん、憲意見というのは答えてない。<laughs> 相変わらず相変わらず砂川判決を持ち出して、これだけ批判されても個別的自衛権の話なだから、徴兵性を持ち出すってす,すり替えしてるけど、あれは菅官房長官が自分たちの安保法案を賛成してる憲法学者は、ほとんど徴兵制を合憲とするようなすっとんきょうな憲法学者以外にいないからこういう問題になってるんであって、自分が種をまいたので、なんか野党があのなんかすり替えてるっていう話にしてますけど、全く違います。全く自分たちが